今日も全力ぶっちぎりマキピロ君とイエでございます。はい、今回はですね、超究極剣士の安息日、はい、友情&キリト、こちらのギミックの方が出ました、はい、うん、ということで適正予想の方やっていきたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、まずはステージ情報の方でございます、はい、重力とダメージウォール、そしてブロック、うん、ブロックがびっくりマークついてないってことは、まあ、ブロックはおそらく対応しなくていいんじゃないかなということが、まあ、予想されます。はい、マップクリア HP 回復なしということで、はい、これがあるっていうのはどういうことかっていうと、うん、おそらくこうゼロとかで抜けちゃうと大変だよみたいな感じの、うん、ステージが作られてんじゃねえかなと思います。うん、だから、まぁ、あ、ちょっとそういった意味で、こう嫌な感じっていうかさ、うん、例えば、まぁ、あ、これ倒すと、白爆発が起こったりとか、はいはい、まぁ、あ、それこそ、まぁ、あ、ちょっとニードルパネルがあったりとか、あまぁ、あ、そういったことがある可能性があるだろう。そうやな。うん。なんだけど、うん、おそらくそんなに難しくはねえんじゃねえかなと思います。まぁ、あ、周回系やしね。うん。まあ、まず一つはそこよ。さっき言われてもだ。周回系っていうところもあるし、はい、まあこれ見てほしいんだけど、まあ、ミッションだよね。ああ、ミッションね、うん。逆属性の反射4体やろしか、はい。4体です。1体編成じゃなくて4体編成。4体です。ってことは、これ運極にするのは、まあ簡単なんちゃうかなと思う。と、うん、いうことで、まあそれを踏まえた上で適正要素の方していきましょう。はい。はい、あと言うの忘れてました。属性倍率の方が通常です。はい、うん、ってことは、1.3 倍。で、超バランス型の補正が 1.2 倍、うん。掛け合わせると 1.56 倍になります。うん、だから、優位属性の超バランス型の補正っていうのは、まあ、キラー1個ついてるようなもんかな。うん、ざっくり言うとね、はい。で、重力のダメージウォール、これで検索すると、まず反射。そうね。反射行って、まずこれ光るなと思うのが、うん、やっぱりルナかな。うん、毎度の毎度毎度おなじみ、うん、ルナでございます。はいはい。まあどこがっていうと、うん、まあ一番大きいのは、まあ、SS 短縮できる、うん、バフかけれる、うん、あとドレイン持ってる。あーでかい。うん、マップクリア HP 回復なしだから、うん、ドレイン、ここもうまく利用してこう HP を高く保つというところで、うん、まあルナは生きてくるんじゃないかなと思います。はい。でまあその他って言ったら、まあ、ベースになるのはやっぱりミカエルかな。おー、うん、まあ、とにかく強い。強いよな。で、まあ、超バランス型の補正なんで、まあ、ここで今キラー1個もらってるようなもんなんですよね。うん、優位属性というところと、うん、あと毒キラー M、うん、超アンチダメージウォール、うん、超アンチ重力バレーで動けますよと。おー、うん、なおかつ、まあ、耐性も持ってますと。おー、はい、いうところで、うん、まあ、ミカエル、あとさらにハートなしと書いてない。書いてない。うん、ちゅうことは、まあ、おそらくハート、まあ、回復するアイテム、まあ、あ今回発光章とかなんかかもしれんけど、はいはいはい、うん、アイテム一段階成長のストライクショット、うん、これが8プラス8ターンで出るというところで、うん、でかくしてやりまくればいいんやな。そう、回収できるっていうところもあるから、HP の管理も楽ですよ、うん、火力も出せますよ、うん、もう見返るでしょと。もうこれしかない、うん、まあ、ベースここだと思う、やっぱり、うん、ここにルナ積んじゃうとかね。めっちゃ接待すんね、うん、ミカエルね。そうやね、マジで、ね、適性多いですね。じゃあその相方はっていうと、やっぱ毒キラー入れたいよね。入りますよね。はい、グングニル。はい、来ました。まあここじゃないかな。うん、グングニル自体も連撃キラー M 持ってるっていうところと、うん、まあ普通にこれ強いよね。強い。うん、まあ足も速いし、うん、友情底力 M ということで、うん、あと全的長期を特めては持ってますけど、うん、まあ、今回ね属性倍率は高くないので、はい、まあ、ここも生きる可能性があるということで、うん、まあ、ここはちょっと、うん、強いんじゃないかな、うんうん、で多分ですけど、まあ、今紹介した、うんうん、キャラクタールナ、ミカエル2、グングニル1で俺突っ込むと思います。は初見は、は多分これだったら余裕なはず。ほう、うん、で、他、ちょっと、どうなのかなっていうキャラクター。まあ、軽く触っていくと、はい、重力バリアキラが生きるかどうかはわかんないけど、うん。うん、おしょくんとか、あ、加速もあるので、ね、うん、あと貫通変換ね、ストライクション。反射有利か貫通有利かどっちかわかんないけど、うん、うん、まあ、これもね、ひょっとしたら使える可能性はあると。うん。うん、ガビマル。ほう。うん、ガビマルのストライクショットでね、無敵化も持ってます。まあそういったところで、まああと超バランス型の補正、うん、弱点キラー、
あと超レーザーストップも持っておるといいねいうところで活躍する可能性は十分にあるかなと思います。はい、ラプラス、お、うん、まだ生きてないよね。そうね、光ってないって、なんか眠っとる、うん、これは重力があるかどうかにものすごい左右されます。そうやな、うん、だから重力が全員まとっているような状態だったら、うん、もう無双。そうやな、 SS をかなり早い段階で撃てるって、うん、まあ、このストライクショットも結構独特の反撃モードとかね、打ち消すストライクショットとなってるから、はいはいはい、ひょっとしたらラプラスの接待っていうのも十分考えられるかなと思います、うん、まあ、そうなってくるとミカエルは、うん、クエスチョンになってくるから、うんうん、ミカエルの相方でちょっと忘れてましたけど、まあ、こちらも十分強いかなと思います、うん、まあ、これも超バランス型の補正、まあ、ただちょっとコネクトスキルのところでどうするかなっていったところはあるよね。これを編成するのであればグングリルは編成できないと、うん、いうところがあるから、なかなか痛いね。そうやね、うん、どっちを取るかみたいな。そうやな、うん、まあどっち持ってるかっていうのもあると思うけど、うん、まあ、もちろんあのアジンキラー持ってるから、まあ、ここも全然光る可能性っていうのは十分あるかなと思います。うん、貫通のキャラクターで強そうなキャラクターというと、はい、まずここブーゲンビリア、まあ、これも重力あるかどうかっていったところも大きく関係してくる、うんうん、でアタッチボム6もおそらく生きるんじゃないかなと。おお、うん、これは重力まとってるかまとってないかでだいぶ変わってくる。ストライクショットもかなり火力の出るストライクショットになると思うので、ブーゲンビリアも、まあ、強いとは思う、うん、で地味に怖かったりするのがニーベルンゲン、うん、足封じ M 持ってるからね。あ、なるほどね。幽鳥火力はそこそこ強くて、あと、まあ、調教回復弾持ってるので、うん、まあ、これがひょっとしたらサポートに生きてくる可能性もあると、うん、あと超レーザーストップも持ってる、うんうん、で遅延のストライクショットいい、ね、まあ、この辺でひょっとしたら使える可能性は十分あるかなと思います、うん、むちゃくちゃ怖いキャラクター、おここ大阪、大阪、うん、これ足封じ L なんだよ。 L? だからボスがアジンだと思うから、あ、まあここも絶対生きると。そうだろうな、加速も持ってますというところで、うん、あとスピード型っていったところもあって、はいはい、うん、ひょっとしたら、うーん、ここを編成する可能性は十分にあるかなと。大阪4とかやばくない？もう普通ボス特攻でなんか生きちゃうみたい。ただ雑魚が全部アジンかどうかも寄ってくる。雑魚撤退する、ボス戦、ボス戦入らない、あれか、確か超究極コラボの超究極とか撤退しなかった。あ、それなんかあるの決まり的な。いや、うん、クエストの仕様超究極はっていったところあるから、そう、うん、確か撤退しないはず、うん、うん、だからそこはちょっと危険かな。そうか、うん、まあでもバカスか投げりゃいいんじゃないっていうところはあるよ。貫通がいけんのか反射がいけんのかっていうのは正直わかんないから、なんとも言えんけど、うん、あと、まあ、エドワードとかも、まあ、カウンターキラーがどういう作用を起こすかっていうところはあるけど、うん、これも種族が結構似たり寄ったりになってくるっていうかね、ある程度そんなバラバラじゃなければエドワードもなんか火力出せそうなイメージ、うんうん、ちょっとバラバラっと紹介したんだけど、はい、まあミッションがあるから、うん、おそらくこう運極作るっていう目的であれば、うん、そんなに苦戦しないんじゃないかなっていうのが、まあ予想されるかな、うん、はい、多分大丈夫だと思う、うん、ということで、まあ、一番重要なのはミッションじゃないかなっていうところで、ちょっとここ触っていきたいと思います。はい、はい、ミッションの方が反射タイプの水属性キャラを4体編成して剣士の安息日のクエストをクリアとなっております。はい、報酬の方が経験値とワクワク見えるはでかいよ、うん、ということでちょっと、適正キャラクターの方割り出していきたいなと思います。はい、これだけ少ないね。うん、まあ、この中でベースになるキャラクターはもう絶対にここだと思う。ロブックス、うん、超マインスイーパー L、 うん、パワーオーラ、うん、まあ、ここで火力は出せるよね、うんうん、ストライクショットが、まあ、触れた壁すべてにヒーリングウォールを張れるので HP の管理もできるんじゃないかなと良いね、うん、いうところで、まあ、信長 X が結構もう主力っていうか、こう軸になりそうなイメージはある、うんうん、であと怖いのが福島、うん、福島何が怖いかというと、あの敵を倒せば倒すほど、うん、味方全員のパワーが一定期間あった。あー、素晴らしい。バフかけれるんですよ、うん、
だこれによって攻略難易度を大きく変えれるようなキャラクターかなと思ってるので、うんうん、まあここの編成っていうのは結構ありなんじゃないかなと思います、うん、福島のストライクショットを活かせるキャラクターとなってくると、はい、やっぱりシンドバッド、あ、うん、パワー型の福島はたくさん敵倒したいから、はい、加速あるとたくさん敵倒せるよねっていう、まあ、単純な発想なんだけど、はいはい、うん、それでシンドバッドを編成するっていうのもありだと思う、うん、まあ、一応号令のストライクショットを持ってるので、うんうん、まあ火力も出せるんです。そうやな、うん、あと防スピアップの、まあ、防御アップのところで火ダメの軽減も貢献してくれるっていうところがあるんだけど、うん、まあ、重力ダメージオール以外のキャラクター、うん、要は片方切っちゃおうと、はい、うん、でダメージオールが、うんうん、4面展開されて重力が少ない場合、はいはい、うん、これも十分可能性としてはあるんだけど、うん、この中でちょっと1体気になるキャラクターいますよね。お、うん、シナーロー、これまさに今の旬の子やない。そう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 、普通にバイタルキラー M 持ってるから、うん、まあ火力もまあそこそこ出せるよねって、うん、ザコ処理とかね全然しやすいキャラクターだと思うけど、ちょっと壁 SS 弾短縮に関しては重力対応してないから、うんうん、ちょっとしんどいかもしれない、うん、ただこのストライクショット、これが最初に触れた敵にこう追い打ちをかけるんだけど、はい、これが離れ最初に触れた敵と距離をが距離があればあるほど火力が出るっていうストライクショットだね、うんうん、だから重力を利用して、うん、離れて止めると。ボスがもし重力まとってたらさ、うん、ボス止まっちゃって近づいちゃったみたいなことそれだけちょっと今心配やったから、だからそれこそカーンカーンで減速して離れて止めると。あ、そんな動く？大丈夫？そこそこ動くと思う。あ、そう、うん、キューンって止まっちゃわない？どんだけ重力強いキューンってたまにあらへんの？すっごい重力強いやつ。気のせい？気のせいだと思う。足遅かったんかな。なんかあったような気がして。多分あの、あ、重力の入り、重力バリアってこうバリアがあるじゃん。はあ、この入り口、はあ、ここの触れる回数っていうか、だから。あ、はあ、うん。そんなのあんの？ある。そういう関係かもしれない。じゃあ。うん、だから行ってこうこういう、あ、それを4回通過、はいはい、1、2。で通過するのか、あ、なるほどね、1、2、E っていうのか、うん、っていうのも結構関係したりとかする。あ、じゃあ多少動けると、うん、動けるはず。なるほどね、まあ、もうだったら一回ポチッと離れていいだけじゃないか結局そういうことだよそこは調整して使う。とりあえず離れたいんだもんね、この。そう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 、まあ結構コラボのキャラクターが光る可能性とかあるので、まあちょっと、うん、ポイントになるかもしれないね。逆に言えばこの子ぐらいしか使えそうなのいないんじゃないと思って、コラボのキャラで。あ、うん、いや、だからミッションだって水属性しかいねえじゃねえか。そうなんだけどさ、うん、いや、そう、そうだよ、うん、こうなってくるよ、うんうん、で、重力ってなってきた時、例えば、はい、この仕様が要はダメージボール2面ぐらいで、うん、イレギュラーバンド気をつけてくださいねとか、はいはい、そういう仕様だった場合、うん、重力だけのキャラクターをピックアップして、うん、このキャラクター強いんじゃねえかなっていうの。あ、リムルさん強いよ絶対。そらーな、うん、まず HP の管理楽だよね。あ、バリア持ってます、はい、回復持ってます、ソウルスティール持ってます、うんうんうん、この時点で HP の管理めっちゃ楽さ。なあと SS が、まあ、全体割合、うん、割合っていうところは属性もあんま関係ないから、うんうん、ここでひょっとしたら生きるっていうのは全然、うん、あと逆属性だとしても友情強いよね。強いやろな、うん、そりゃいうのもあるから、うん、やっぱりここ安定じゃない？うん、うん、ってなっちゃうかな。なりそう、うん、だダメージボールがどういった形で貼られるのか、あとまあクエストの仕様によってっていうところもあるけど、うん、リムルがまたね、うん、光る可能性っていうのは十分にあるかなと思います。あ、はい、ちょっとね、もうほんとここっていうね、はい、ある程度もうキュッて絞って今回予想してあるので、うん、全然違う可能性もある全然違う可能性もあるし、うん、まあこれがドンピシャかもしれないし、ちょっとわからないけど、はい、まあとにかく、実際ね、ライブ配信の方をや
りたいと思っております。おだからそこでいち早く皆さんに情報を届けれるように、うん、ちょっと頑張りたいなと、うん、思っております。はい、はい、よければそちらの方もよろしくお願いします。お願いします。多分ね、あの俺一人でやります。そうやろな。はい、私ちょっとちょっと予定がありますので、はい、なんであの寂しく俺一人で配信することになると思いますので。はぁ、はぁ、これ裏でやってるかもしれない私。じゃ絶対やってる。はい、なのでまあね、よかったら皆さん来てください。はい、よろしくお願いします。寂しいので来てください。励ましにじゃないな、応援よろしくお願いします。何ちょっと、何俺ボロボロにされる前提。じゃやめろ、変なフラグ立てんの。違う違う、寂しくてってなんかあれで励ましにっていうあれかなと思って。よくわかりませんが、あの、よければね、高評価、チャンネル登録、あとベルの通知などよろしくお願いします。お願いします。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの。いい目見ろよ。ありがとうございました。ありがとうございまーす。いや、もうね、ユージロとキリトが出てきてくれて、ものすごいテンション上がりました。女の子しかいなかったもんな。うん。マジで男どこ行ったと思ってたけど、ここで出てくると思わんかったな。やっぱでも、出た瞬間に、うん、テンション上がったわけよ。うん、わかるわな。いるよね、やっぱね。うん、いや、俺さ、いや別にアスラタンとかいるからいいじゃんとかちょっと思ってた。ああ、そういうことね、うん。キャラとしてってことね。そうそうそう。あ、うん、やっぱりこの二人はいると。必要だ。うん。うん。そうやぞ。テンション上がってしまった、深くにも。よく言うならちょっと水着でもよかったかもしれん。は？いや、この二人が。横島のおばさんが出てるけど大丈夫。ねえ、ちょっと、ねえ、なんかちょっと、あかん感じになってるよ。ちょっと、危ない。誰がおばさんや。そこなの。そこでしょ。怒るポイントおかしい。そこでしょうよ。違う。私はそんな風に考えてないとか、そっちなのかなと思ったら。なんで私の好きなのあの、ランスロイクスのナスバージョンでしょうよ。はぁ。上半身ないですよ、あの人。あ、まあ、こう、水着にちょっとまあ、羽織ってるみたいな。見えてますからね、ここ。素敵じゃないですか。あ、そういうのが良かった。はい。え、でもこの二人そんなに、あれかな、筋肉ないかな。どうなの？なんかそういうタイプではなくない？なんかね、ちょ、細マッチョ的なの、感じかもしれんよ。いや、少年やで、少年二人とか。うん。じゃあちょっと違うかもしれんな。求めてるのとはちょっと違うかもしれんな。完全に趣味やん。あなたよりマシです。え、じゃあ、みんなに聞こうぜ。何を？いや、俺の方、俺のアスラタンとか、ああいう水着の方が理解できるのか、はあ、どうかじゃない？私は、どっちかって言ったら、やっぱランソロ X やからね、夏バージョンの。あの、裸の、あれで言うのであればね。水着で言うのであればね。はあ、うん。これは、あの、あくまでこう、あれだよ。この二人の、もう何の話したんかを考えてきて。全然わかんない。もういいわ。いや、なんか、もやもやだけが残ってんのは俺だけ？みんなそうだよね。もういい。多分、みんなもやもやしてる。もういいよ。そうか。